厚見半島、千田半島、三河湾のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。クリップ、厚見半島周辺厚見半島は、中部地方の太平洋側にある半島である。愛知県の東南端から、西南西に突き出すように伸びている。全長は、約 50km、幅5から 8km と細長い。 同じ愛知県で南北に伸びる北半島とカニの爪のように三河湾を挟んでいる。半島の大半を田原市全域が占め、東寄りの一部は豊橋市の南西部にあたる。また、半島先端のイラゴ岬は島半島と向かい合い、両半島の間にあるイラゴ水道の北側が伊勢湾、南側が遠州灘である。北は三河湾、南は 太平洋、西は、伊勢島を望む伊勢湾と三方を海に囲まれ、蔵王山や半島最高峰の大山を要すなど、海と山の豊かな自然に恵まれている地域である。全体的に、太平洋側が、鉱石台地となっており高く、三河湾に向かって低くなる地形となっている。太平洋側は、海色崖を形成しており、現在でも波による侵食を受け続けている。 小石ヶ浜の有形厚み半島は、島崎島村の助長詩、名も知らぬ、当期島より流れ寄る野詩の実一つ、で知られる、イラゴミや小石ヶ浜などで有名な観光地である。古くから開発が進んでいた半島の各地には、中世の当期や当大寺の河原を焼いた鎌跡などが、残っており、六連や都道一都市、大陸帰化人に由来すると思われる地名もある。 黒潮の影響を受けて一年を通して温暖で、常春の地と呼ばれる。しかし、冬には西北西の季節風が吹き荒れ、体感温度は数値以上に低い。半島の先端はイラゴ岬であり、イラゴ水道を挟んで、三重県の上島、さらには島半島と向き合っている。行政的には、豊橋市、田原市からなるが、田原市では、 豊川用水の通水スを発展した日本一の生産を誇る農業とともに自動車産業を主体とする工業も盛んである。近年は伝承菊やメロン栽培などの農産物をはじめ、高野渡り、サーフィン、名の花畑などが有名で全国から訪れる観光客が多い。一説によれば、厚見半島の厚見は古くは厚見のと記され、 漁老関係の仕事に携わる部族として、解任部を率いた、安曇野連に由来すると言われる。安曇野連は、古事記、日本書紀にも見られ、大化の改新以前から開示を司った。中でも、半島先端にいた有力な甘の長は、安曇野市と称され、古くからこの地方の豪族として栄えたが、安曇という地名の直接の起源と考えられるのは、奈良時代半ばの豪族。 厚見玄五郎重国の軍事への昇格である。聖武天皇の治世下である733年、厚見地方が飢饉に見舞われ、餓死者が多く出た。そこで、当時の有力者、厚見玄五郎茂国が、自らの倉庫を開放し、多くの庶民を救ったという。その家系が元来、地方を治める官職に携わってきたこと、そして、茂国の娘、菊本が、 朝廷の助官として、光明天皇に取り立てられたことから、茂国は軍の長に任命され、厚見太夫という称号を与えられた。これが厚見の地名の由来の一節である。なお、厚見の前身である、厚見野の、阿は、人の集まるところ、曇りは海を意味し、その語彙は、人の集まる海と解釈できる。三方海に囲まれた厚見半島は、 それぞれの環境に住む様々な海の資源に恵まれている。また、半島の中央部には山が連なり、起伏に富んだ大地には山や野の恵み、そしてその山や大地を水源とした川が海へと流れ込み、干潟が作られ多くの魚介類を育んでいる。特に、田原市は地域の88.4%が三河湾国定公園を呼び、 厚見半島県立自然公園に指定されており、数々の継承地や貴重な動植物を有する。このように、厚見半島は、美しい自然環境と人々の豊かな暮らしが共存する、いわば田園都市である。イラゴミサキ灯台と、上島イラゴミサキ灯台厚見半島の先端に立つ、白亜の灯台。円筒型で太さは4.5メートル、明かり高15メートル、 明暗発光3秒間隔、光立ち距離12.5マイル。厚見半島沖にある伊良ゴ水道は、潮流が早く、暗礁が沖まで続いている、航海の難所であったため、当時の低新省東大局により建設され、1929年11月20日に、初点灯した。当初は、 岬先端に小高くそびえる古山の上に建設が予定されたが、付近に設置されていた陸軍支社場からの弾丸を避けるため、全国にも珍しい波打ち材に建てられた。以来、対面する上島灯台と共に海を行き交う船の安全を守り続けてきた。田原市では、イラゴ岬を一周できる遊歩道を整備しており、この灯台を間近で見ることができる。 1998年、思い出に残る灯台として、日本の灯台五重線に選出された。恋地ヶ浜恋地ヶ浜、願いの叶う鍵イラゴ岬灯台から太平洋に面して、西室の石門まで約1キロ続く砂浜。昔の高貴な男女による恋の伝説が名前の由来と言われる。その昔、遠追われた男女が恋の避難業のためイラゴに逃れたのだが、 世間の目を恐れて、男は、裏浜のべ在い浜、女は、表浜の小石が浜に別れ住んだ。二人は、会うことができず、やるせない思いから病気になり、お互いの名を呼びながらも大死んだ。その執念によって、女は、女がい、男は、見るがいとなったという。小石が浜は、現在では、恋のパワースポットとして知られており、日本の、道渚 白車聖書、音風景百選や恋人の聖地にも選ばれている。また、島崎東村の女城氏、ヤシの実の詩の舞台としても知られる。この詩のロマンを再現しようと、1988年から沖縄県石垣島を陶器島に見立て、毎年プレートをつけたヤシの実を、約1600キロメートル離れた、イラゴ岬の小石ヶ浜に向けて流す試みが行われてきた。 14年目である2001年8月3日に初めて、厚見半島の浜辺にその野市の実の一つが漂着したことを記念し、この地を訪れた人々の願いが叶うようにと、願いの叶う鍵が駐車場横に設置されている。日室の石門日室の石門と、日の出太平洋の荒波の侵食を受けて、真ん中が空洞になった岩で、岸と沖に二つある。この石門は、 湾曲した相乗チャートが直接海に落ち込んで形成されたものである。毎年10月中旬と2月中旬頃に石門の洞窟に朝日が差し込む瞬間を見ることができる。また、石門の近くにある肘園地には島崎闘村のヤシの実の全文の詩碑がある。この詩は1898年の夏、柳田国王がイラゴを訪れた時に拾ったヤシの実の話を 友人の藤村に語ったことから生まれたという。太平洋、ロングビーチ太平洋を望む約3キロメートル砂浜の海岸。海岸線にはヤシの木が並び、ウェストコーストのような景観。いい波が立つことから国内有数のサーフスポットとして知られており、県外外からサーファーが訪れる。浜昼顔の咲く砂浜は、 赤海亀の産卵地としても有名であり、小亀の放流会が年に数回開催されている。座王山展望台座王山展望台座王山さんの頂にある展望台。標高250メートルの山頂からは、東、三河や太平洋が一望でき、晴天の日は遥か、日本アルプスの山々や富士山まで望むことができる。夜は、日本夜景百選にも選ばれた、田原市。 豊橋市の壮大な夜景が一望できる。さらに、展望台のすぐ目の前に設置された風力発電施設は、田原市が推進する、環境と共生する、豊かで持続可能な地域づくり、エコガーデンシティのシンボルとなっている。2014年10月、光をテーマにリニューアルされた。海水浴場、イラゴ、ひとしざき、白谷の3つの海水浴場があり、 毎年7月上旬から8月末のシーズンになると、海水浴客で賑わいを見せる。イラゴ岬の先端に位置するココナッツビーチイラゴは1965年来の歴史を持ち、その真っ白な砂と透明度の高い水が人気のリゾートビーチである。波穏やかな三河湾に面する、新崎海水浴場は、キャンプ場やバーベキュー施設も備えており、2001年には、 日本の水浴場88線に選定されている。また、1997年に開設された人工ビーチ、白谷海水浴場は、三河湾に面する白谷海浜公園内にあり、隣接して、芝生広場や遊具、陸上競技場等を備える、近代的な施設となっている。春には、潮干狩りも行われる。黒川湿地植物群落広さ5.9ヘクタール。 沼ヶ谷オーダーに属する厚見半島最大の湿地。シデコブシや白玉星草など東海地方の特徴的な湿地植物が見られる。寒冷地の植物である八柳が表記の依存種として多数生育することが判明し、1971年県指定の天然記念物となった。愛知県の八柳はオカブしか知られておらず、 少なくとも、表記以降1万年にわたって、栄養繁殖だけで生き延びてきた脅威の植物である。ヤチヤナギの他にも、カスミサンショウウオ、八丁トンボなどの珍しい小動物が生息している。宮山原子林上緑紅葉樹林で、面積約38.7ヘクタール。高温多湿のため、草木がよく茂り、かつては、イラゴ神社の新域として、 一般人の立ち入りが制限されていたこともあって、原生林の状態を保ってきた。典型的な海岸団地性の常緑樹の原生林として1954年国の天然記念物に指定され、指定当時は、ヤブニッケイ、ヤブツバキ、タブノキ、ヒメユズリハ、タイミンタチバナ、トベラなどが見られた。1959年9月の伊勢湾台風で被害を受け種類を減らしたものの、 現在回復しつつある。浜棒の野生地浜棒は、西南団地の海岸付近に自生する、落葉樹で、初夏から8月にかけて、ムクゲに似た5センチメートルほどの黄色の花を咲かせる。堀切町に自生する浜棒は、その分布の北限にあたるものとして1955年、県の天然記念物に指定された。指定面積297.52平方メートル。後に、 田原市内の塩川河口や小中山町にある水路にも浜棒の自生が確認された。光岩高さ9メートル、幅22メートルの断面に光沢を帯びた岩。中世代に形成されたチャートの体積の境界面が終局によって剥がれ、高熱により再結晶したものであり、銅鏡のような輝きを持つことから鏡肌の岩とも呼ばれる。この光岩は保存状態が良く、 日本でも第一級の規模のものである。大無石高さ約15メートル、幅約15メートルのチャートの岩石。表面には斜めに走る摩擦根やさくれが観察できる。昔、玉井という娘が婚約者の心変わりを恨んで母の形見の横笛を抱き、この岩の上から身を投げなくなった。それ以来、この大岩に向かって大声を出したり、 楽器を弾くと、オウムのように小玉するが、玉坂への恨みのためか、笛の音だけは反響しないという伝説がある。高の渡り渡り鳥の中継地である、イラゴ岬では、毎年秋になると、数千羽に及ぶ鷹が、イラゴ水道を渡って、島半島へ飛んでゆく姿が見られる。9月中旬から10月上旬にかけての移動性高気圧が張り出してきた日の、 日の出から午前中にかけて見られることが多い。イラゴ岬ではサシバ、ハチクマをはじめとする10種類ほどの鷹のほかヒヨドリや白石霊など、多数の小鳥も見られる。アサギマダラのあたりアサギマダラは、マダラ鳥化の一種で、日本の広域で見られるが、越冬できるのは温暖な地域に限られている。厚見半島は、 その南下経路に含まれ、10月中旬をピークに9月下旬から11月中旬にかけて多数が通過する。この地域から南下したアサギマダラは海を越え上島、紀伊半島、四国、九州、南西諸島、沖縄方面へと南西方向へ移動することが確認されている。厚見半島の歴史は古く、今から2.5万年ほど前から多くの人々が行き来していたと言われる。 陸路より、海路の方が有利であった時代、海を渡って、西の紀伊半島などから文化が伝わりやすく、また、伊勢神宮と海を挟んで対峙していることから、政治、経済、文化の中心地として栄えた。特に、イラゴ岬は、その史上あふれる自然と、素朴な人情が旅人を引きつけ、万葉の時代より、歌枕として歌われた。柿の元の人マロ、採用。 松尾芭蕉をはじめとする文人たちが訪れて読んだ歌が現在でも伝わっている。江戸時代においては、田原藩一万二千国の拠点となり、幕末の尖閣者、渡辺火山らを輩出した。このような歴史的環境の下、厚見半島には数多くの文化財及び史跡が存在する。吉子貝塚史跡公園吉子貝塚、縄文時代後期末、晩期を中心とする。 約3000平方メートルにわたる貝塚。1922.1923年に京都大学の清野賢治が人骨307体を発掘して有名となり、1951年国の史跡に指定された。これまでの調査で人骨358体が確認されており、縄文人骨湿度数では日本一である。吉子貝塚は国が発掘した最初の遺跡であり、 日本の人種論の議論の中心となった。また、人骨のほか貝、瓦毛、石器、骨格器や、丁寧に埋葬された10体以上の犬の骨も出土している。2007年、公園や屋外の展示施設、資料館等が整備された。秋草分壺厚み小用厚み半島全域4 0トル渡って分布する百群500機を超える陶器を焼いた。 鎌群の総称で平安時代の終わり頃から鎌倉時代にかけて営まれた。そのうち大荒子雇用跡、伊良湖東大寺外洋跡、戸戸東鎌跡の三つが国の史跡に指定されている。厚み雇用の鎌は斜面に船底状の穴を掘り、壁と床に粘土を張り、さらに天井をつけた穴蔵用である。主に日常生活で使うため、壺、山茶碗、 小皿などが生産されたが、特注品として焼かれた宗教的色彩の濃いものも出土している。また、神奈川県川崎市で1942年に出土し、中世の焼き物で唯一美術工芸品として国宝に指定されている、秋草文壺も焼かれていた。これらの製品は海を渡って各所に流通したが、鎌倉時代の終わり頃から、瀬戸や床滑など、 他の釜の製品との競争に敗れ、また政治支配の交代も加わって衰退し、やがて姿を消した。イラゴ東大寺が用後厚み雇用の一つで、奈良東大寺鎌倉再建時の河原を焼いた釜跡。全長11.3から11.5メートル、幅は2.5メートルほどで、分炎を伴う船底型の構造をしている。1965年に、地上用一期、翌年に、 穴倉洋産機が発掘され、1967年に国の史跡に指定された。これまでに出土した東大寺おさらぎどの河原、おさらぎどの東などと刻印されたのき丸河原や、のき平ら河原、平ら河原は、田原市厚み郷土資料館の埋蔵文化材室に展示してある。2004年には、鎌跡も含めて、発立池公園として、発立池の周りに、 周囲2キロメートルの散歩道や安らぎ広場、駐車場などが整備された。田原城市1480年頃に、戸田宗光により築かれた。追記当時は、城のすぐ下まで干潟が迫り、満潮時に海水が城を取り囲む様子が、ともえに似ていることから、ともえ工場とも呼ばれる。城は、本丸、二の丸、三の丸、で来るは、藤田丸があり、天守閣はなかった。 1547年、今川義元へ人質として送られる、松平武千代を、戸田氏が奪い織田信長に送ったため、今川義元に攻められ落城。今川氏、戸田氏による短い支配を経て1664年、城主は三宅氏に代わり、明治維新まで十二代、約二百年続いた。現在、本丸には、藩主三宅公忠氏と小島公徳を祀る 神社、二の丸には、田原市博物館、二の丸矢倉三の丸には、五国神社、でくるには、火山会館と、火山神社が建設されている。なお、東京都千代田区にあって、国立劇場や最高裁判所の所在地として知られる、三宅坂の地名は、江戸時代に、田原城主、三宅市の上屋敷があったことに由来する。池の原公園、池の原公園。 火山遊挙後幕末の蘭学者、画家、政治家として活躍した渡辺火山が晩年を過ごし、49歳で自ら果てた屋敷跡。1793年に江戸の田原藩城屋敷で生まれた火山は、幼少の頃から学問に会えに親しみ、40歳で藩の過労職についてからは田原藩の繁栄に貢献した。天保の金の際に民をけ、 一人のが死者も出さなかったことは有名である。宴会防衛と日本解明のために、高野長英らと共に外国事情を研究し、鎖国上位の幕府を新規論、激絶枠問などを記して批判した。1839年蘭学者弾圧の晩社の極によって入浪し、国元の田原で採居を命ぜられたが、藩に災いが及ぶのを恐れ自陣した。 池の原公園内には火山の遊興跡や銅像、オブジェなどがあり、また公園の一角にある池の玄海館は、茶道、稼道、俳句などの文化活動に利用される。田原市博物館イラゴ社場1901年、日本陸軍の大砲の実写試験場として、小中山町から西山地区に設置された施設。正式名称は陸軍アザ実研究所イラゴ試験場で、 大砲、弾丸の研究や、効力実験、弾道研究、採用検査などが行われた。陸軍が使用する大砲や、弾薬のほとんどがここで、試験検査を受け、戦地へ配備された。1905年には、その用地拡大のため、イラゴ集落全村が、現在の場所への移転を余儀なくされ、イラゴ神社もこの時宮山から骨山の中原に、移された。2005年、 移転100周年を記念して、元は、敷物は平和なりと刻まれたイラゴ、集落移転記念碑が建てられた。田原市博物館田原城、二の丸跡に建てられた、博物館。渡辺火山や田原藩に関する作品、資料が多数展示され、学習の場、レクリエーションの場として、田原の歴史を紹介するシンボルとなっている。博物館入り口の正面にある二の丸櫓では、 吉子海塚、山崎遺跡、厚見雇用などの考古学資料や田原城関係の資料が展示されている。また、隣接する田原市民族資料館では、江戸時代以降の庶民の暮らしを中心にした歴史、民族、生活工芸資料などが展示されている。田原祭り会館田原祭り会館田原の城下町文化を伝える出しや、 市の無形民族文化財の田原凧などを中心に、田原市の主な祭りの情景を再現、紹介する施設。田原祭りで披露される三両のからくり出しのうち、二両が常時展示されている。タコ祭りに関する資料では、六点五五5三点六六メートルの大凧、熊金をはじめ、武者絵、歌舞伎絵などが描かれた初凧や、喧嘩凧合戦の様子を表したジオラマなどを、 見学することができる。喧嘩このうなり骨を実際に手に取って振り回し、うなり音を出したり、コ糸の製作過程や、糸につける軟筋が作られる様子を見学できる、コーナーも備えている。その他、展示品や資料、説明パネルで、祭りの歴史も紹介している。田原のからくりだし田原祭りの主役となるだしは3両、あり。 新町、本町、茅町が一両ずつ保有している。田原の出汁は、七百五十七年八月に、当時の本町内の登町、横町、中町が申し合わせ、合同で田原藩の朝木無門の横幕、天幕を借用し車を仕立てたことが、始まりと言われる。出汁の種類は二層を東波府役方四輪の名古屋型と呼ばれる。これらのからくり出汁は、 1988年田原市の有形民族文化財に指定され、産業のうちに量が常時田原祭り会館に展示されている。万葉の下碑、万葉集巻一に、天武町の皇族をみおが罪を犯して、イラゴに流された時、土地の人々が気の毒に思って、うちそう、おみお会になれや、医療具の島の玉も変わりますと読んだのに、おみおが干渉して、 うつせみの命を惜しみろうに濡れいる恐れの島の玉もがり食すと答えられた歌が載っている。遠追われさすらいの実となったおみようの嘆きと、それを憐れむ、里人の思いやりが、潮祭の岬にふさわしい風情を奏でる、万葉集の名家と言われている。現在、いらご岬灯台の近くに、うつせみのの花火火が混流されている。ヤシの実記念碑、明治時代に、 民族学者の柳田国夫がイラゴに滞在した際、拾ったヤシの実の話を、親友の島崎藤村に語ったところ、それが素材となって、ヤシの実の序上詞、名も知らぬ、陶器島より流れ寄るヤシの実一つが生まれた、という逸話を綴った記念碑。藤村のヤシの実は、1936年、NHK の国民歌謡として、全国放送され有名となった。 後に、柳田邦夫は、故郷70年周囲の中で、僕が21の頃だったか少し体を悪くして、三河に行って、厚見半島のと、橋のイラゴに1ヶ月、西洋していたことがある。海岸を散策すると、ヤシの実が流れてくるのを見つけることがある。東京へ帰ってから、その頃、島崎東村が、近所に住んでいたものだから、帰ってくるなりすぐ私はその話をした。そしたら、 君、その話を僕にくれたまえよ、誰にも言わずにくれたまえ言うことになった。するとそれが非常に吟じやすい歌になって、島崎君の新大使というと、必ずそれが人の口の端に上るというようなことになってしまったと、当時の事情を明かしている。1961年、旧厚見町の文化協会によって、肘園地にヤシの実の死費が建てられた。 そして1996年、大中虎寺生誕100周年を呼び、八嶋美作曲60周年を記念して、藤村の死費と向かい合う形で、大中虎寺の作曲記念碑が建てられた。かすや、いそまる、無筆の歌読みとして知られる、江戸時代末期の漁夫歌人。厚見半島の先端の村、現在の伊良五町の貧しい漁師の家の長男として生まれた。 31歳で父を亡くし、母も長い間病気で30歳を過ぎるまで読み書きができなかった。しかし、母の病気全開を願い、イラゴ神社に日産するうちに三景人の読む和歌の不思議な響きに見せられ、35歳にして歌の道を志した。磯丸の歌は素直でわかりやすく、無造作の中に間がこもっているとして、庶民の間でもてはやされた。 中でも、まじない歌は有名で、磯丸に歌を読んでもらうと、願いが叶うという噂が広まり、かなり安全、恋愛成就など人々の求めに応じ多くの歌を読んでいる。小市ヶ浜から、イラゴミ崎灯台まで続く遊歩道には磯丸が読んだ、これらの歌の歌詞が数多く混流されている。磯丸は1848年、生まれた日と同じ5月3日に85歳でよう、 去ったが、その死後、イソマルを慕う人々によって、イソマル霊人の名を与えられ、神様として祀られた。イソマルの聖火に建てられた、イソマル霊神師は、現在、カスやイソマルキュウリと刻まれた石碑と共に、イラゴ神社境内に安置されている。厚み半島は、沖合に流れる暖流の影響で冬でも温暖な、気候に恵まれ、平均気温が高く、日照時間、 改正日数は全国トップクラスと農業に適した地理条件を持つ。特に豊川用水が完成してからは農業が大きく発展し、日本有数の花と野菜の産地となった。工業においては1967年からの臨海工業地帯の造成及び企業誘致により、トヨタ自動車田原工場をはじめとする多数の企業が進出した。 2011年現在、全国一の製造業出荷額を誇る愛知県において、田原市は県内4位の出荷額を占める。さらに、三方を海に囲まれていることから、アサリや海苔、鮮魚などの漁業も盛んである。2005年の統計によると、田原市の第一次産業従業者の割合は33.3%で、全国最高であり、 完全失業率は全国最低の2.39%となっている。田原市の農業1968年の豊川用水の全面通水以降、田原市では農業生産が大規模化し、全国有数の先進農業地帯となっている。特に伝承菊を中心とした施設園芸は全国的に有名であり、夏季の産出額は354億円と、 全産出額の半分近くを占める。さらに、2006年の田原市の農業産出額は724億4000万円で、これも全国1位となっている。農家1個あたりの生産農業所得は580万円で、愛知県内1位である。なお、農業産出額や生産農業所得に関する市町村別のデータは、調査方法等の変更により、 平成18年生産農業所得総計を最後に公表されていない。サンティパルク田原サンティパルク田原日本一の農業産出額を誇る田原市において1995年に阿蘇が池のほとりに開設された農業体験型公園。正式名称は田原市阿蘇が池農業公園であり公募により決定されたサンティパルクの愛称はフランス語で健康。 公園を意味する。三河湾地域リゾート整備構想の重点整備地区にあって魅力ある農業、農村を創造するための拠点として計画された。その具体的な目的は、都市と農村の交流の場を作る、地域農業者の技術、情報、研修の場を作る、新たな地域産業、地域農畜産品を振興する、安らぎのある健康的な農村環境を作る、道の駅、 田原めっくん、ハウスことである。公園内には、農林漁業体験実習館をはじめ、ウィンナーアイスクリームなどの手作り体験ができる、体験工房、地元の農畜産物の直売所、野菜をかたどった遊具が並ぶ野菜の遊園地、小動物園、田原市で採れた野菜を使った、レストランなども整備されている。道の駅、田原めっくんハウス、厚見半島の観光と産業の、 情報サービスステーションとして1992年にオープンした道の駅。メツクンハウスとは花の目、野菜の目、文化の目、産業の目など発展し成長する元気な目を象徴するキャラクター、メツクンがこれらの目を発展させる家としてこの名がついた。厚見半島の観光情報拠点としてフェリーの運行状況やメロン狩り、 イチゴ狩りといった観光情報を提供する案内所や田原の観光、文化を大型マルチスクリーンで紹介するマルチビジョンが設置されている。また、厚見半島の特産品、土産物の販売コーナーでは高級マスクメロンに加え地元で採れた野菜を値打ち価格で販売している。地元の食材を使ったレストランもある。 道の駅イラゴクリスタルポルト道の駅イラゴクリスタルポルト愛知県及び近隣のリゾート県における海陸交通の拠点として1970年に完成した厚み半島の先端にあり三重の飛ばしや千田半島などとイラゴ岬を結ぶフェリーの発着場としても機能している建設当時は2階建てで1階には待合所や出海札所 食堂などがあり、2階はこの地方の自然や文化に関する資料が展示され、イラゴ自然科学博物館となっていた。1994年の全面改装の際に、道の駅認定を受け、現在3階建ての施設内には、メロンや野菜、海鮮などの直売所のほか、名物料理の大アサリや、イラゴラーメンなどが味わえる食事どころもある。 道の駅赤羽ロコステーション道の駅赤羽ロコステーション全国有数のサーフィンスポットでもある赤羽海岸の前に立つ道の駅2009年3月にオープンした展望デッキからは太平洋を一望できるほか道の駅内にプロサーファーが経営するサーフショップなどがある毎日開催されるフれ合いマーケットでは地元農家が作った野菜や花を安価で販売しており レストランでは海を見ながらの食事も楽しむことができる。風力発電風車軍年間を通じて、半島特有の強い風が吹く田原市は、風力発電施設を設置するのに適した地域であり、田原エコガーデンシティ構想の一環としても、風力発電の利用が推進されている。2002年から稼働している。 座王山展望台の風力発電設備は年間平均風速8.3メートル毎秒、年間設備利用率35%と国内トップクラスの運転を続けている。さらに2005年に民間企業により設置された田原臨海風力発電所では2000キロワット級の風力発電機11機が三河湾に面して並び湾岸部としては 国内最大級のウィンドファームを形成している。豊川用水豊川下流域の丘陵台地と、厚見半島、静岡県湖西地方の一部に農業用水を供給するとともに、豊橋市を、はじめ東三河地域の諸都市に、水道用水と工業用水を供給するために建設された総合理水施設。とぼ水晶の鉱石地帯が広く展開する東三河地域は、 気候条件、農業立地条件に恵まれながら、用水不足のためしばしば考えに苦しみ、また未利用のまま放置されてきた場所も多かった。1921年、現在の田原市高松町出身の近藤、十一郎によって、用水建設が提案された。豊川用水は、1949年、プレダムを作る工事から始まり、19年の月日を経て1968年に、 完成した。総工費488億円。以後この地方の農業は大きく発展し、東三河は日本を代表する農業地帯となった。厚見半島には古くから伝わる五国豊上、豊領などを祈願する祭りのほか花をテーマとした模様仕事が一年を通して開催される。これらの祭りでは厚見半島の先人たちの生活の息吹を感じ、 現代に伝わるその風習を垣間見ることができる。厚み半島祭の花祭り厚み半島祭の花祭り厚み半島では1977年から菜の花の栽培が始まり、1997年に第一回祭の花祭りが開催された。メイン会場のイラゴ菜の花ガーデンでは巨大菜の花迷路や菜の花狩りのほか 菜の花を使ったグルメや地方特産品の販売などがある。品種は黒川観察チリメント大割観察チリメントの5種類があり、遺伝子組み替えのない種をまいているので、食用にも適する。田原市内では約20ヘクタール1200万本の菜の花が咲き、厚見半島に一足早く春の訪れを告げる。おが祭り六連町の朝鮮時で開催される。 1834年に、大見の多賀神社から、境内西の阿弥陀堂に分霊を迎えたことに始まる、多賀久市、命村の祭礼である。漁師たちの記載として知られ、祭りの当日は、朝から多くの参拝者で賑わいを見せる。祭りの中心となるのは、玉取りで、表浜の漁師たちが阿弥連となって、阿弥の名分をかけて、直径5センチメートルの糸傘を奪い合う。 玉を取ったアミコ蓮は、神仏の加護により、会場安全と大量の祈願を成就させてもらえるという、御祭災イラゴのイラゴ神社で開催される。神輿渡りの神事のほか、100を超える露天が、参道に並び、御家神、カスヤイソマルの供養祭なども合わせて行われる。イラゴ神社はかつて、伊勢神宮に納められる木糸を一時仮り納めする場所であり、糸はその後、 追いと船で伊勢まで運ばれた。江戸時代の中頃、追いと船の港は吉田に移されたが、それ以降も伊良子神社で祭事のみが行われている。祭りの当日には、地元の人々が針やハサミを手にしない習わしがある。田原凧祭り江戸時代から続く伝統の祭りで、一日目の初凧と二日目の喧嘩凧合戦からなる。初凧は、江戸時代初期、男の子が生まれた。 翌年の単後の節句に親戚などから贈られた祝いだこをあげ、その子の健やかな成長と家門繁栄を願ったのが始まりである。現在は田原たこ祭りの初日に初だこ祈願祭として開催され、武者絵、歌舞伎絵などが描かれた華やかな初たこが空を舞う。翌日行われる喧嘩だこ合戦では赤組、青組に分かれた約40のチームが、 独自のタコ印を描いた喧嘩ダコを空高く上げ、互いのタコ糸を切り合う。糸を絡ませ、合い、切り合うためにタコ糸には軟禁をつけている。田原ダコの特徴は、横長で、縦に2本、釣り合いを調整するための糸目がつけられていることで、この一見不安定な構造が、田原ダコの縦横無尽な動きを可能にしている。田原ダコ喧嘩ダコ合戦、初タコは、 1993年9月22日に田原市の無形民族文化財に指定された竜宮祭り白谷海水浴場で行われる海岸に高さ8 0トルの砂の亀を作り祭壇を整え八大竜王神に海の安全と大量を祈願する砂浜での祈願の後は浦島太郎に奮した小学生が ハリボテのウミガメに乗り、大量機を掲げた漁船に囲まれて、沖に向かう。浦島太郎役の少年が湾内を参集して、供物を海中に沈め、幹を備えて、浜に帰ると、地元の子供たちによる浦島太郎の寸劇が披露される。竜宮祭りは、江戸末期に始まった竜神祭が起源とされ、1942年に戦争で中断したものの、1969年に、 復活して今日に至る。田原祭り江戸時代、熊野神社の祭礼として始まった祭りで、明治時代より現在の姿になった。昼は、からくり出しやおやし、町のみこしが田原の城下町を練り歩き、夜は子供が手踊りを舞う夜出しや打ち上げ、手筒、仕掛け花火合わせて約4000発などが披露される。田原では、昔から神は、 天から降りてくるもの、遠い海の彼方から渡ってくるものと考えられていた。ため、高い樹木や海辺の岩などが神の宿る神聖な、もの、場所、より城と呼ばれていた。そこから、傘をかぶりその上に矛をつけた人工的なより城が、祭りに使われたことが、田原祭りにおける出汁の始まりとされる。出汁と、からくり人形は1988年に、 田原市の有形民族文化財に指定された、カーカ祭り小中山町の氏神である六所神社を中心に開催される。カーカとはこの祭りに参加する子供たちが唱える言葉から取った俗称で、正式にはお祭りよい宮のつやという。6歳から15歳までの男の子が六所神社の参道の両側に並んで座り、パイと呼ばれる木の棒で板の太鼓を叩きながら、おたよう たよたよ、宇じ神さんにもお城もち食いたい。かあ、かあ、行くよなくなるよな、おたよの、たよたよと繰り返す。参詣する人々は、米の粉を練り混ぜて作った白餅を子供たちに配り、五穀か上、家内安全を祈願する。かあか祭りの起源や、由来の詳細は不明であるが、かつてこの地を訪れた、高貴な方が病に倒れ、それを知った村人が、 薬用にと白餅を献上したことに始まると言われている。五千だら祭り新しい年の豊漁と無病息災を願って、イラゴ神社で行われる火祭りである。カツオを乾かして、俵に詰めたものが五千病を取れることを願いこの名が付けられた。ハッピー、鉢巻姿の子供たちが、ようやすさ、やすさ、やすさと声をかけながら、村中を回り、十字路に差し掛かると綱を引き。 大量袋を転がす真似をしながら、イラゴ神社境内へ集合する。そして、若者たちによって、打ち石から火が起こされ、松松に火がつけられる。やがて、石段を登り、本殿の灯籠にお明かりが移されて神事が始まる。一方、拝殿前の広場に、祠形に組まれた松の大割り木に火が移されると、参景者たちが競って、火の子を浴び、一年の息災を神仏に祈る。 厚み半島では、その豊富な農林水産資源や美しい景観を生かした体験型の施設が数多く存在し、食育や地域活性化に向けての中心的な役割を果たしている。いちご狩り半島内10カ所ほどの観光農園にて行われる。田原市内のいちご農園は水耕栽培と土壌栽培の両方があり、土壌栽培は電解水と 植物酵素を使用して農薬を減らす工夫をしている一方、水耕栽培はハウスを清潔に保つ効用があるという。イチゴは抵抗力を高めたり疲労回復などに効果があるビタミン C をレモンの約2倍含んでいる。メロンガリオン団の厚み半島は全国屈指のマスクメロンの産地である。都市部で買うよりも値打ちにメロンが味わえるとあって、 シーズン中のメロンり農園は賑わいを見せる。温室の中でメロンの収穫体験やプロが事前に収穫した完熟メロンの食べ放題ができ、コースや農園によって値段が異なる。塩光三河湾に面した小中山と白谷仙海干潟で行われる。塩の看板が最も大きくなる春から夏の大塩の日が適期とされる。 厚見半島と地田半島に抱かれた三河湾は太平洋から良質なプランクトンを含む海流が流れ込み、日本の河川の水と混ざって良質な魚場を形成している。全国有数の漁獲量を誇る厚見半島のアサリは1年に2回排卵するため天然物が豊富に取れる。貝にはカルシウムや増血作用のある鉄分などのミネラル、ビタミン B12 のほか、 血中コレステロールを下げる働きを持つアミノ酸が豊富に含まれている。厚見サイクリングロード自転車専用道と国道42号、重複区間によって構成されるサイクリングロード。共用している区間は厚見ルート約 10.2km、赤羽ルート約 4.3km、豊橋ルート約 4.9km の合計約 19.4km で、 国道42号重複区間を含めると 41.1km になる。厚みルートは1986年開通。美観性に優れていることから1987年に日本の道百選に選ばれた。1時間300円1日900円のレンタサイクル受付所が道の駅イラゴクリスタルポルト、イラゴビューホテル、イラゴシーパークスパ、休暇村イラゴにある。 サイクリングロード沿いには、小石ヶ浜や、日出の石門、片浜十三里などの継承地が連なる。マスクメロン、愛知県下でのマスクメロンの栽培は1907年に豊橋市で始まったとされる。厚見半島では温暖な気候を最大限に利用したガラス温室でのメロン栽培が盛んである。徹底した温度と湿度、水の管理を行って栽培する温室メロンだが、 その実は一本の木に一個だけ残し、他はすべて摘み取る。これは一個の実に光合成で作られる糖分を集中させるためである。高み、クレオパトラ、イエローキング、ホームランなどの様々な品種が、路地畑やビニールハウスなどで栽培されており、高級フルーツとして人気の高い果物である。田原市内各所にはメロン狩りを体験できる農園もある。 キャベツ秋から春までの寒暖の差が大きく、空風と呼ばれる北風が吹く厚み半島は、キャベツの栽培に適すると言われる。強い風が冬場の霜を防ぎ、甘みの強いキャベツの生産を可能にする。昭和の初めから栽培されており、1968年の豊川用水の全面通水を契機に、栽培面積が増加した。田原市のキャベツ産出額は、 全国一のキャベツ生産地である愛知県内で第一位、全国では市町村別で第三位となっている。近年は消費者の意向を反映するため、エコファーマーの認定を取得する生産農家も多く、原農薬や原化学肥料への取り組みを行うなど、環境に配慮したキャベツ生産に取り組んでいる。また、キャベツは美容や風邪の予防に、 効果のあるビタミン C を豊富に含んでいるほか、一般に、キャベジンの名で知られるビタミン U を多く含み、胃腸の働きを整えたり、丈夫にする効能がある。伝承菊赤羽町の伝承菊ハウス、厚見半島の伝承菊は、国母秀夫が1949年に試作に、成功して、以来、急速に普及した。秋菊は、秋になって日照時間が短くなるとカガがつき、 つぼみが膨らんで開花するため、自然の状態では開花の時期が限定される。伝承菊栽培では、これを長日処理して、菊の開花時期を遅らせることにより、需要が最も多い正月から、彼岸の間に花を出荷することを可能にした。現在では、技術の向上により、一年中栽培、出荷されている。また、愛知県の菊の出荷量は、全国第一位。 その半分以上が伝承菊で、厚見半島が主要産地となっている。大サリ縄文時代から続く、豊かな水産資源で知られる、日本一の貝の半島、厚見半島で、水揚げされる大粒のサリは、10センチメートル前後の大きさになる2枚以外で、貝殻が厚くて硬いのが特徴である。正式名称はうち、紫といい、その名の通り貝の内側は紫色になっている。 大あさりは、身が肥えてくる春先が旬で、伊良ご岬周辺や小石ヶ浜では、取れたての大あさりを直火で焼いて提供する店が数多くある。また、名古屋や東京などの消費地へも出荷される。あさりせんべい、厚み半島た、原ブランドじゃがいもでんぷんの生地に、大粒のあさりを丸ごと一粒乗せて焼き上げた厚み半島の郷土メーカー。生地には、 地元三河湾のイカのすり身と、アサリの茹で汁を混ぜており、塩の風味豊かなせんべいである。菓子造石によって生産されるアサリせんべいは、数多くの賞を獲得しており、近年では、第24回全国菓子博覧会名誉総裁賞、や、第43回全国、推奨観光土産審査会全国観光土産品、連盟会長賞などを受賞した。軽い口当たりと塩味が、 ビールのおつまみに相性抜群との定評がある。岩垣岩垣は板ぼボ垣かの2枚以外の総称。磯の風味とクリーミーな味わいで海のミルクとも呼ばれる。太平洋の岩場で15から20センチメートルほどまでに成長し、岩のようなゴツゴツとした見た目にもかかわらず中は純白である。絶と呼ばれる。 鮮やかなオレンジ色の部分はカロチンを多く含んでおり、ん予防や皮膚、粘膜、骨、歯を丈夫にする効果があるという。夏が旬の天然岩ガ,ガキは、田原市内各地の料理店で食べることができ、味わいや,や繊細なのか特徴である。レモンを絞り生のまま食べたり、フライにして食べたりすることができる。釜揚げシラス赤羽根香に水揚げされた。 新鮮なマイワシカタクチイワシの事業を塩茹でしてから乾燥したもの。演州などの東端から西端、イラゴ岬に続く海岸線を通る黒潮は流れが早く水もきれいで清海水と呼ばれている。赤羽港近海で採れるこの潮の流れにもまれたシラスは厚み半島を代表する特産品の一つである。なお、茹で干ししたシラスのうち生乾きのものを釜揚げ、 完全に干したものをチリメンジャコという。厚み半島のブランド牛肉田原市では、田原牛、厚み牛、温か厚みのイラゴトコハ春ビーフの3つのブランド牛肉を生産している。田原牛、厚み牛は10個前後の農家の間で、それぞれ専用の飼料を統一して使用し、肥育した交雑種である。田原牛は遺伝子組み換えのないトウモロコシと、 大豆カスを使用した配合飼料を与えていて、年間800頭ほどが出荷される。厚み牛は12個の農家で約3800頭が生産され、口の中でとろける旨みと、コクのある深い味わいのお肉として、あらゆる牛肉料理に適するという。一方、温か厚みのイラトとコハルビーフは、ホルスタイン種のお酢を大きくヒくしたもので。 外国産牛肉と比べると味わい深く柔らかいため、バーベキューなどに適すると言われる。高度経済成長期に始まる地方での人口流出、過疎化を受けて、厚み半島でも地方自治体が中心となった地域おこし事業が展開されてきた。主な活動としては、ご当地ブームに便乗した地元アイドルやキャラクターの設定、PR のほか、 特産品を利用した地域のブランド化などが挙げられる。厚み半島田原ブランド地域経済の発展と田原市の知名度向上のため地域の資源や特性を愛生化した優れた産品をブランドとして認定する取り組み。市内で生産された農林水産品や加工品などを対象に個人事業者や団体、法人などから申請を募っている。これらの産品は 認定基準である田原らしさ、独自性、市場性、将来性の適合の可否や現物検査などによって認定を受ける。2016年4月に行われた第1回の審査会では60件の産品がブランド認定され、同年8月には第2回審査会が行われた。認定された品々は田原市のホームページやパンフレットなどで紹介されるほか、 田原市ふるさと納税の返礼品として使用される。厚見半島丼街道、厚見半島田、原ブランド、厚見半島各地の店で、地元の魚介類や肉、野菜などを使った丼を提供する試み。田原市や商工会等からの、地産地消による地域の活性化への呼びかけに応じ、飲食店、グリル化の経営者、神谷工事によって発案された。 神谷が委員長を務める、どんぶり街道どんどんをおいで委員会が中心となって、企画、運営している。2007年に10店舗でスタートしたこの企画は、スタンプラリーの実施などを通して、指示を広げ、第4弾である2015年においては、参加店舗数41にまで拡大したが、第6弾となる2019年においては、参加店舗は28点となっている。 2011年からは全国丼サミットに参加、また地元小学校などで丼ぶり街道を通した食育を行うなど地域活性化に向けた活動を続けている。店の前に置かれた黄色いのぼりが丼ぶり街道加盟店の目印である。海づくし厚み厚み商工会によって2007年に立ち上げられた海産物による地域振興事業。 その設立目的は、厚見半島を日本一の海の半島として、地元の人に再認識してもらうと同時に、全国に向けて継続的に PR することとある。主な活動内容は、地元29店の事業所と協力し、厚見半島の豊富な海の幸を使った自慢の海料理を提供する、かつて祭りの日の家庭料理として作られていた。 アサリの押し寿司の復活と販売厚み半島の貝類が旬を迎えること、また、貝という漢字を崩すと4と8になることから、毎年4月8日を貝の日として PR し、キャンペーンを企画することである。組織形態としては、厚み商工会を事務局に置く、任意団体で貝づくし事業委員会によって運営されている。ご当地キャラ、厚み半島では、キャベゾと、 海君の2種類が前線で活躍しており、共に厚見半島キラらり観光大使に認定されている。キャベゾは身長、バスとウエストヒップは共にキャベツ6個分で、その仕事は田原市民祭りイメージキャラクターである。語尾にキャベをつける傾向があり、2015年全国ゆるキャラグランプリでは229位に入賞している。一方、海君は兄弟で1号。 2号と区別されることがあり、弟の海君2号の決めゼリフは、俺の可愛さに魅了されるといいよ。海君の仕事は、海づくし集みイメージキャラクターであり、同年の全国グランプリでは173位に入賞した。LA 花の民2013年に結成された、田原市観光 PR、アイドルグループ。全国有数の花の産地である、田原市の魅力を伝えるため、グループが、 花の民となって、花を中心とした、田原の産業、観光の PR 活動を行っている。LA 花の民のグループ名は、サーフィンで有名な、田原の波の文字を並べ替えることで考案された。1期生は、リーダーしおりと、サーちゃん、あやねんの3人、構成2期生はリーダー並み率いる、のんのん、あん、あい、みーちゃんの5人グループで、現在は2期生並み。 愛と三期生もかの三人が活動している。各地の PR イベントに参加するほか、自らが歌う曲を収録した CD を販売したり、ラジオ番組に出演するなど、その活動範囲は多岐にわたる。交通は半島の根元の田原城のあたりまで、豊橋鉄道は積み線が通っており、道路は三河湾側を国道259号。 太平洋側を国道42号がそれぞれイラゴ、岬まで伸びている。厚見半島の先端にはフェリーターミナルがあり、イラゴ港からはフェリーや高速船がイラゴ岬と対岸の戸橋や千下半島、伊勢湾及び三河湾の島々を結んでいる。半島内のバスは豊か鉄バスが運行しており、三河田原駅や豊橋駅と休みやイラゴ岬を結んでいるほか、 コミュニティバスが市内各所を結んでいる。市営タクシーでは、豊か鉄タクシーが広く利用されている。豊橋鉄道厚見線、豊橋鉄道厚見線、豊橋市と田原市の間、1 8 0トルを結ぶ豊橋鉄道の電車線。1919年に半島有力者らによって、 厚み電鉄株式会社が設立されたことに始まり、従来の船舶を中心とする交通の便にとって変わった。1927年までには、田原と豊橋を結ぶ、三河田原伊島 20.9km の全線が開通した。1939年9月には、福江まで路盤が完成したが、日中戦争、太平洋戦争の開始、激化とともに、 資材不足となり、結局列車が走ることはなかった。その後名古屋鉄道の路線になり名鉄厚見線となったが1954年に豊橋鉄道に譲渡された。名鉄から経営を引き継いだ豊橋鉄道は現在、この電車を3両10編成所要しており、通常時は7編成が運用についている。二千十三年に三河田原駅の再整備事業と連携し、 厚見半島にちなんだ花をデザイン、ラッピングした10種類のカラフルトレインの運営を開始した。田原市旅館組合によると、厚見半島内にはホテル、民宿など合わせて40余りの宿泊施設がある。中でも比較的規模が大きく、外国人宿泊客などにも対応しているものの、中には休暇村、イラゴ、イラゴビューホテル、イラゴシーパークスパなどがある。 休暇村、イラゴ厚見半島の先端、イラゴ岬にある休暇村。1966年に全国第17番目の休暇村としてオープンした。三河湾や伊勢湾、遠州灘な,など近海から上がる新鮮な海の幸と農業大国、田原市で育った野菜を使った春菜バイキングなどがある。近年では月替わりの海の幸を使った一品料理を席まで届ける。 プレミアムコースも導入された。広い敷地内には、体育館やプール、運動場、キャンプ場、テニスコートなどのレクリエーション施設が管理されており、古代塩作り、木製ホルダー作り、座禅体験、海釣り体験、サイクリング等の体験もできる。近隣には季節に応じてメロン狩りやイチゴ狩り、潮干狩りができる施設があり、また、伊勢神宮参拝の拠点としても利用される。 2013年3月にリニューアルオープンした。また、英語、中国語、韓国語などの外国語にも対応したウェブサイトからは、空室検索や宿泊予約ができる。イラゴビューホテル客室は、全室オーシャンビューで、朝日が見える太平洋側の部屋と夕日が見える伊勢湾側の部屋がある。海へ流れが続くようにデザインされた天然温泉露天風呂は、 岐阜県池田桜温泉のナトリウム炭酸水素塩泉を使用しており、泉質はゲロ温泉と同質のアルカリ性単純泉である。大浴場スパベは、この露天風呂をはじめ季節湯、寝湯など合わせて7種類の温浴施設を備える。食事は、厚み半島ならではの新鮮な海の幸と、地元食材を使用した和食解析、フレンチ、季節ごとにテーマが変わる。 和洋中50種類以上のバイキングのほか、季節の創作料理などがある。イラゴシーパークスパ、三河湾を一望する全室オーシャンビューの白いアーチ型のホテル。総面積4785平方メートル。館内には本格的なスパ施設を備え、和洋二タイプ5つの宴会場では5から6人の会食から400人規模の大宴会まで対応できるという。 レストランでは、海の幸を使った厚み半島料理や、旬の食材を和洋50種類備えた厚みの味覚バイキングがある。さらに、英語、中国語、韓国語などの外国語にも対応したウェブサイトからは、空室検索や宿泊予約ができる。ありがとうございます。